無ガ橋梁建設中のフィゲラスビラファント駅、LGV ペルピニャンフィゲラス線は、フランスとスペインを結ぶ高速鉄道路線である。東路線は国境を挟みフランス、ルシオン地方ピレネーオリアンタル県のペルピニャンと、スペイン、カタルーニャ州のフィゲラス間 44.4km を結ぶ路線でペルトゥス峠に位置する全長 8.3km のペルトゥストンネル内で国境を越える。 2010年12月19日の当季ダイヤより、パリより、ペルピニャン経由でフィゲラスまでの TGV の運行が開始された。建設契約は2004年2月17日に、フランスの建設会社、エファージュとスペインのゼネコンドラガドスの共同企業体である TP、フェンドコンソーシアムに与えられた。JV は道路線の建設を約11億ユーロで受け負い、 53年間にわたる運営を行う予定である欧州連合、フランス政府、スペイン政府からの分担による交付金は5億4000万ユーロであった。試運転は2008年11月から開始され、西仏国際館の公式の開業は2009年2月17日で、あったがフィゲラス側の駅の開業を待って2010年12月まで営業運転は開始されず、12月19日の ダイヤ改正をもって営業運行を開始した。期間は他の LGV 路線と同様の標準機で、電化方式は交流 25KV50Hz でフランスとスペイン両国の高速鉄道網を直結する役割を担っている。当路線は高速列車 TGV。アブと貨物列車の両方の混合走行が計画されているため、最大勾配は1.2%である。スペインでは 後期が広く採用されていることから、道路線を介することによって、旅客、貨物ともに、期間変更の必要がなくなり、速達化が図られる。西仏間では他に、フランスの大西洋岸とスペインのバスク地方や、ウエスカ方面からの連絡も検討されている。道路線は、フィゲラスの西側を経由し新駅が、ビラファント地区に設けられた。計画では既存の路線を迂回させ、 ローカル列車を新駅にも乗り入れさせることができ、既存の街の中心部に近い駅に連絡することが可能である。2010年12月19日以降、フィゲラスは暫定的な終着駅として、パリより LGV 地中海線経由で TGV が乗り入れている。バルセロナ方面への連絡はレンフェの在来線によって行われている。パリ フィゲラス間の所要時間は5時間30分程度、バルセロナまでは7時間30分程度となっている。バルセロナ、フィゲラス間は、期間可変後イベリアゲージのままの連絡される。マドリード・バルセロナ高速線がバルセロナからフィゲラスへ、延長される予定で2012年には、ジローナ、バルセロナ間、パリ、バルセロナ間の運行が開始される予定である。列車の高速化によって、マドリードからペルピニャン、 リヨンからバルセロナ等が4時間以下になる計画があるほか、フランスの在来線を利用し、ペルピニャン、モンペリエの運行も計画される。新たに製造される、車両製造費は3億ユーロとされる。2010年5月7日に、ニーム、モンペリエ間のバイパスルートの入札が開始されると発表された。ニーム、モンペリエ間のバイパスルートは、スペインの高速鉄道網と LGV 地中海線を、 接続する最初の段階で、この路線は、貨物列車と高速列車の両方が利用する。開業は2016年以降を予定している。ありがとうございます。